侵略者に立ち向かえ、異彩貴様里の送る偉人 VS 怪獣バトル信長。友がいた、恋があった、僕は守る、イスラを、クレアを、恋と空戦の物語、再び。とある飛空士への恋歌。世界は助けてくれます。友達になれればね。俺の友達出てこい。ジバニャ妖怪メダルセットオン。ブリッジ召喚。ブリッジオレンジ友達フックワオジジバニャ俺っちに任せるにゃ。助けてくれませんでしたね。妖怪ウォッチ。迅速魔法の使い手アイバムイ、メタモルフォシスの使い手磯島くるみ、破壊魔法の使い手井田和美、平凡な日常、魔法の覚醒、少年の運命が動き出す。二つに分かれた世界でいくつもの思いが交差する。現代本格魔法アクション魔法戦争。私、閻魔大王第一補佐官の鬼人で、宝月と申します。地獄には272の部署がある。統治に必要とされるのは冷静な後始末係であるが、そういった影の欠物はただのカリスマよりもずっと少ない。宝月様、
ほおずきの冷徹。どこにでもいる普通の高校生である僕の隣には、美人で勉強もできる学校一の有名人が座っている。しかも彼女は魔法使いでした。うちの学校魔女の名門校だし。そんなことより高宮君、明日はテストよ。私が付きっきりで勉強を見てあげる。可愛い魔女たちが盛りだくさんのラブコメディ、ウィッチクラフトワークス、2014年1月放送スタート。魔女って変わっている人多いね。多摩農林高等学校、校訓は市政勤労、質実合憲。イケメンメガネ男子で親友の鎌取圭、世話焼き系幼なじみの中澤みのりと一緒に寮で生活しながら充実したハイスクールライフを送っています。リバ農林ライフなんて、農林